ザコです。ガシラガシラガシラ、顔映ってないよ。ガシラガシラガシラ、ガシラ、投げて1分で来ました。来ました、ありがとう。いいサイズだね。ね、18ぐらいある。うん、そうね、20弱ね。なんかついてますか、ね、なんかついてますか。無理？あ、でもついてる。あ、ついてますか。またガシラだ。あ、ガシラだ、また。はい、はい、引き目。はい、テイク2。あ、違う。え、何？お、アイナメじゃないか。アイナメだ。あ、違うわ。え？キジハタじゃないよ。キジハタじゃ、あ、ガシラだ。ガシラですか。ちょっとスマートな。なんだっけ、カサゴデーか。あれ、どこ行ったの？あ、いて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 。結構飲ませましたね。がっつり飲んじゃった。だいぶ時間経っちゃったから。ああ、そうだね。かわいいね、やっぱり、ね、あなた。あなたかわいいですね。2時3時ぐらいね。ガシラ。ね、カサゴよく釣れます。釣れますな。サンマの切り身です。サンマの切り身でよく釣ります。今日はね、ダイエーのあの半額でね、100円で買いまして、その半分も持ってきたから50円ですな、実質。俺も3万にしてみよう。3万してみ。3時14分、またもやカサゴが釣れました。やっぱり20センチ弱ぐらいですかね、カサゴ釣れております。今日はカサゴデイです。あら、でかいね。でかいでしょ、このガシラ。でかいね。ちょ待って、しんどろ。ライトオン、ライトオン。おお、立派。あ、すごいね。これは、これは25センチぐらいは近くはありますよ。あるある。なった？なんない。ならない。ならない。あ、やっぱり。パクッと食べて。パクッと食べて穴に潜ろうとしてたと。おとなしくしてんだね、きっとね。あら、怖いっすよ。でかいっすね。怖いっすよ。よっしゃ、やったぜ。お、なんすか、なんすか。カサゴでしょ。カサゴだ。そんなに大きくないんだ、今回は。ね。でも15センチはあるね。15は。今の持っていき方素晴らしかったけどね。吸引って言ったよ。本当。しなった。しなった。しなった。いいっすね。何匹目だ。4匹目？5匹目か。5時過ぎの東扇島西公園でございます。明るくなってまいりました。あ、 UFO だ。 UFO が飛んでいる。朝まつめは来るでしょうか。こうご期待だ。相変わらずのスピードダッシュ、くる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 巻き、くるくる巻き。アジです。アジです。5時半。5時20分じゃない。5時20分。さすが。5時20分。5時20分。アジ。5時20分。あ、ピントが合わない。5時20分。何回言うんだ。一発目じゃん。アジでーす。海タナゴ。5時23分。海タナゴです。イエス、イエス。はい、079サビキにアジとサッパです。6時頃、チビメバルです。ペロ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 。お、揺れる揺れる。ジュ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 。ドアップドアップドアップ。超ちっちゃい。現在6時10分です。先ほど5時20分頃から魚が釣れ始めて、朝の爪始まったかって思ったんですけど、その後ぴったりと魚の反応がなくなってしまいました。いや、今日の東扇島は激渋ですよ。今日はゆうちゃんのお姉ちゃん、違う、お姉ちゃん、俺のお姉ちゃん、今日はゆうちゃんの奥さんが退院なので、7時ぐらいまでしか今日は釣りができないんですよね。この後一縷の望みをかけまして、もう少し釣りをしていきたいと思います。なんだ、ちっちゃいカサゴと、あとさっきちっちゃいメバルがまた釣れましたね。やっぱり根魚が集まってきちゃったんで、チビが。は
はい、ダーサのガマ飛行チャンネルでーす。ぐるぐるドーン。はい、ということで今日も東扇島西公園に釣りに来てみました、うん、ということですが、夜中の2時ぐらいから7時まで釣りをしてみました。今日は何が一番釣りましたか？カサゴが釣れました。そう、カサゴでございます。すごい釣れたね。カサゴが6匹か。20センチオーバーのカサゴが1匹と、20センチ弱のカサゴが4匹と、うん、あとちっちゃいカサゴが1匹、あとはアジが2匹、サッパが1匹、そしてちっちゃいメバルが2匹、あとはフグ。いやー、激渋でしたね。そうですね、渋かったですね。回を重ねるごとにどん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 渋くなってる感じがするな。そう、今日ね、あのサンマの切り身が、あ、よかったよ。すごい、あの力を発揮してくれましてね。あの100円で売ってたの、100円サンマが、うん、で、慌てて塩漬けにして、うんうん、で、ちょっとあの殿下の方と味の素もあれが良かったんじゃないかな、ね、だってもう1投目でもうほんと数分で釣ったもんね。すぐ来たね、2時から3時の間に立て続けに両系のカサゴが釣れまして、どっかんどっかんとね、潮止まりが良かったんですかね、ちょっと分かんないですけどね。そこの後ピタッと止まってしまって、うん、で5時20分頃にアジとサッパと釣れたんですけど、その後もすぐピタッと止まる。アジ2匹とサッパ1匹釣ってピタッと止まっちゃうね。ね、人はすごいいたけど、いや、てかぶっちゃけ言うと周り坊主だよ、みんな。うん、ほとんどみんな釣ってなかった ね。僕らが多分やっぱり一番釣ったんじゃないかな。うん、トータル、うん、まあ10匹ぐらいですけどね。うん、いやー、2、300匹釣ったことに比べたらもう渋々ですよ。いや、すごい、全然違う、激変だよね。渋かき隊ですよ。うん、まあアジもね、気まぐれというか、まあ寒くなったら沖の方に出ていっちゃうけど、今急にね、やっぱり寒くなったんで、やっぱりそういうのがね、結構でかいんじゃないかなと思いますね。気候の変化、絶対そういうのがね、あるんだと思いますけどね。でも渋かった、きつかったな。いや、今日はね、いろいろ用事が、この後またね、ゆうちゃんの奥さんがね、再び退院ということでね、退院のお迎えがあるので、今日は早めに切り上げました。5時間長考ね、珍しく短い長考でした ね。でも本当夜カサゴが釣れてくれて本当よかった。カサゴ釣れてなかったらね、かなりね、終わってたね。うん、かなり渋い気持ちで ね帰ることになりましたけどね。フラストレーション溜まってたろうな。もうあの次の方も僕らもね、ちょっと原点回帰してみようかなと。原点回帰、うん、沸かすでしょ。あー、沸かす、うん、いや、僕も沸かす行かないかもしれないな。あー、なるほどね。あ、沸かす行かないかもしれない。沸かす行かないかもしれない、ね、あれ、また介護職員が暴力振るって、上半身5、6発殴ってしまった。忙しくてイライラしていた。これはいけないね。これは良くない。これは良くないよ。これは良くない、本当に良くない。いや、仕事柄ね、イライラする気持ちはね、分からんでもないですよ、うん、いや、人間ですからね、うん、絶対イライラしない人はいないですから。でもやっぱりね、高齢者を預かる施設で高齢者に暴力を振るっていうのは本当に良くない。本当だね。良くないね。そうだね。そうだそうだね。ね、これ誰の前か知ってる？誰それ？これエガちゃん。エガちゃん。そうだねっていうの、エガチャンネルで、うん、そうだね。はい、ということで、まあ残念なのかな。まあ10匹釣りはまあ釣りなんていい方だったりもしますからね。まあということで、9月の、3、400匹爆釣、200匹ぐらい爆釣から比べたら、だいぶ10月に入って、渋い、そうですね、状況がね、状況に東扇島西公園はなってきております。長考の参考になさってくださいませ、うん、ね、やっぱり来たからには釣ってほしいですからね。そうですね、うん、今日はこの辺で、ダーサの我慢飛行、また見てね。次回の長考でお会いしましょう、うん、じゃあね、バイバイ、ぐるぐるドーン。